飛行後の注意。3、飛行日誌の作成。特定飛行を行った場合には、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録を、死体なく飛行にし、紙または電子データに記載する。特定飛行に該当しない飛行の場合でも、飛行日誌に記載することが望ましい。また、リスクに対する対応が不十分と感じた場合は、今後の飛行に備えた記録も行うことが望ましい。例題、飛行日誌に関して正しいものを選びなさい。一 飛行記録日常点検記録及び技能証明書を指す2飛行日誌は紙と電子データにて保管する必要がある3特定飛行に該当しない場合は飛行日誌への記載は不要である正解3小型無人機等飛行禁止法1制度概要 小型無人機と飛行禁止法は、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能など、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤ならびに、国民生活及び経済活動の基盤の維持ならびに、公共の安全の確保に資するため、これら重要施設及び、その周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空における小型無人機と宇の飛行を禁止するものである。 1, 1小型無人機、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空のように供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものと定義されている。航空法の無人航空機と異なり、小型無人機は大きさや重さにかかわらず、対象となり、100グラム未満のものも含まれる。2特定航空用機器。 航空機以外の航空のように供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものと定義されており、気球、ハンググライダー及びパラグライダーなどが該当する。3 飛行禁止の対象となる重要施設小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の敷地、区域の上空、レッドゾーン、およびその周囲おおむね300メートルの上空、イエローゾーンにおいては、小型無人機等を飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下の通り、このほかにも外国要人の来日などに伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること。 1, 1国の重要な施設と国会議事堂内閣総理大臣官邸最高裁判所皇居と危機管理行政機関の庁舎対象政党事務所2外国公幹等、外務大臣指定3防衛関係施設防衛大臣指定自衛隊施設在日米軍施設4空港国土交通大臣指定新千歳空港成田国際空港東京国際空港 中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港、5原子力事業所、国家公安委員会指定。5、違反に対する措置など、警察官等は小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、危機器の退去その他の必要な措置を取ることを命ずることができる。また、やむを得ないい限度において、 小型無人機との飛行の妨害、破損その他の必要な措置を取ることができる。対象施設の敷地、区域の上空、レッドゾーンで小型無人機との飛行を行った者及び警察官等の命令に違反した者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。例題1小型無人機と飛行禁止法について誤っているものを選びなさい。1小型無人機は機体重量に関係なく、 国の重要施設及びその周囲おおむね3 0 0メートルの周辺地域の上空を飛行させてはならない。2小型無人航空機等飛行禁止法に違反したものは1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。3旅客機は対象に含まれない。正解に例題に。 小型無人機と飛行禁止法の重要施設の指定機関として誤っているものを選びなさい。1外国交換など、内閣府指定。2空港、国土交通大臣指定。3原子力事業所、国家公安委員会指定。正解1航空法に関する一般知識。3無人航空機の飛行形態の分類、カテゴリー1から3。 飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げる通りに分類される。A. カテゴリー1飛行。特定飛行に該当しない飛行をカテゴリー1飛行という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。B. カテゴリー2飛行。 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させるものおよび、これを補助するもの以外のものの立ち入りを管理する措置を講じた上で行うものをカテゴリー2飛行。カテゴリー2飛行のうち、特に空港周辺、高度150メートル以上、催し場所上空、危険物輸送および物件投下並びに、最大離陸重量25キログラム以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとしてカテゴリー 2A 飛行といい、 その他のカテゴリー2飛行をカテゴリー 2B 飛行という。C カテゴリー3飛行特定飛行のうち立ち入り管理措置を講じないで行うものすなわち第三者上空における特定飛行をカテゴリー3飛行といい最もリスクの高い飛行となることからその安全を確保するために最も厳格な手続きなどが必要となる。例題技能証明と機体認証を受けた者が立ち入り管理措置。 補助者もなく、目視外飛行を行う場合における正しいカテゴリーを選びなさい。1、カテゴリー 2B、2、カテゴリー 2A、3、カテゴリー3。正解3、航空法に関する確論、3、無人航空機の操縦者とうのぎむ F、事故等の場合の措置、2、重大インシデントの報告、蒸気事故が発生する恐れがあると認める事態、重大インシデントが発生した場合にあっても、 国土交通大臣への報告が義務付けられている重大インシデントの対象飛行中航空機との衝突または接触の恐れがあったと認めた事態重傷に至らない無人航空機による人の負傷航空機との衝突または接触の恐れがあったと認めた事態重傷に至らない無人航空機による人の負傷無人航空機の制御が不能となった事態及び無人航空機が発火した事態飛行中に発生したものに限る 例題、重大インシデントの報告として正しいものを選びなさい1飛行予定の無人航空機が発火したため報告した2無人航空機を飛行中に飛行機と衝突の可能性があったが問題なかったので報告は不要と判断した3重傷に至らない無人航空機による人の負傷が発生したため通報した正解3